後半見てくださってありがとう。愛してるぜ。さあ大狂乱も残すところバトルのみ。果たして攻略できるのかどうか。とくとご覧あれ。この攻略、出だしが全てと言っても過言じゃないです。ちなみに10回負けてるぜ。開始早々ニャンピを切って大狂乱の猫とゴムで足止め。この攻略は妨害と壁を成立しながら、アタッカーを出さないといけないのが弱点。手持ちのキャラ次第では攻略は難しいんだよな。肝心の大狂乱はレベル20。ドラゴンさえ使えない始末。当然基本も育成不足なので、完全に大型ユニットに頼るわけか。壁のレベルも低いので小敵感覚でやられちゃう。サンディアを出したな。でもこれはミス。もうちょっと粘ってゴマ様2体同時に倒さないと、ご覧の通りお金が足りなし。次の攻撃まで感覚がありすぎるので、妨害を出してはいるんだけど、資金が減ってきたな。でも出し続けないと負ける。ゴマ様倒せなかったな。今非常に危険な状況。にゃんこ砲で下がらせて、仕切り直し。アカラガを倒せないと資金も足りないな。ここいらでウルルンを出したいところ、間に合った。すかさずニャンピオンにして、あとは暗黒が悪さしないように祈るのみ。妨害のエフェクトで全く見えない。さあ早めに次の資金源のアカラガオを倒したいところ。これだけあって足りないのか。妨害に結構お金使うから、さっさと倒さないと壁で守っていても、数にやられちゃうんだよね。どうだ、いけそうか。正直次の敵が来るタイミングが大切。今の段階で赤い文太郎が来るのはちょっとまずい。早めに倒して暗黒を感知射程にして、前進しないように戦わなければ負けます。暗黒がヒットバックする時にも、敵が1体は前にいないとニャンダムの餌食。今まずいんじゃないのか。ごくり。あ、危なかった。なんだか怖いものがあるな。一発でやられたりしないだろうけど、生き残りそうなのサンディアくらいだろうね。もしくは壁がなくなった時、暗黒が切り込んできたらおしまいだな。次の攻撃が来るよ。なんとか持ちこたえたな。これって大丈夫なのか心配になってきた。これで勝てなかったら編成を変えるのがいいな。さて鬼門の赤い敵ラッシュの始まり。オドラマンサーがどれだけ仕事をするかで勝敗が決まる熾烈な状況。なんだか非常にまずい状況だな。暗黒に壁が止められてる気がする。何はともあれ数を減らさないと。文太郎が下がったな。アカラガオウはなぜか倒してしまったけど、ウルルンどこ行ったの？隠れて見えないってわけじゃないんだよな。危ない危ない危ない。ウルルン再生産急いで。問題は赤い敵倒し終わった時かな。現在進行形でいろいろまずいよ。これで勝てないのなら編成の見直しだな。最高のタイミングで始まったんだから、ニャンピ任せでいいんだから。勝てなきゃダメだぜ。文太郎とニャンダムだけが赤い敵で今この場所にいるけど、追加の赤らが王が来たぜ。ここは奉仕に対応させて、文太郎いい加減倒れろ。潰されないのが不思議なくらいだな。そんな、一度に来られちゃもたない。やめてやめてやめて。ひー。これは、ダメだな。ご愁傷様。残り体力は、71% 話にならなかったな。不安要素はあるものの、編成を変えさせていただきました。どうする気だ。やること一緒なので、倍速します。サンディアまでだな。サンディアを出したらウルルンを出せるまで粘ります。編成について教えてくれないか。まず妨害に猫アップルを入れたよ。あと使えそうな猫半魚人を入れて攻撃力アップ。ウルルンが出せたらまずはお金集め。妨害は奉仕に任せて壁4枚で貯金。ただし今回お金のかかる攻略なので、ニャンピの運オフを切り替えていきます。もうそろそろいいんじゃないのか。デハニャンピオン。ウルルンが下がってしまったけど気にしない。気にすると、なんだか負ける気がするから。赤い敵相手にアップルは有効だが、射程をどうごまかすかが課題だな。ごまかす気なんてないよ。オドラマンサーが動きを止めたら、その後アップルが決めればいいこと。デハ一通り準備もできたところで、
倍速します。最初の負けでもわかる通り、かなりの時間を攻撃し続けないと攻略は無理でした。まあでも今日やった他の大狂乱より早いんだけどな。まあそこはニャンピューのおかげが大きいかな。射程で半魚人は暗黒に負けてるけど、赤らが王と文太郎には勝ってるので、たくさんの数が攻めてきても大丈夫。サンディアも2体いるからなおのこと安心だな。今回の問題点は金欠。今の状況も暗黒が下がってしまったせいでどうなるか。寂しくなったな。壁で守りつつ次が出せるようになるまで我慢。そしてニャンピオン。もう浮いてる敵は出てこないけど、壁役としてなら役目を果たします。お金が貯まればニャンピオン。暗黒を倒したらニャンダムの動きを、アップルで止めてやります。苦しめられましたが、それももう終わりです。さようなら。さあ次はニャンダムの番。攻撃をやり過ごしたらアップルを走らせて、赤毛のニョロが邪魔だな。すぐ倒して動きを止めるよ。アップルはここで本領を発揮するんだから、邪魔だったがいいのか。下がれないなら前進して取れるものを取るだけ。あとは無限枠だけだな。では倍速で終わらせます。ニャンピュ放置はカンストの原因になるのでカット。攻撃役を出して。勝利ー。これにて3ヶ月で大狂乱コンプを果たしました。本当に長かったな。この後はレジェンドかニャンコ島かな。さあ今まで苦労した結晶です。その根は赤く花は白いけど、汗の香りのするものだよ。それゼニの花な。バトルは檻を見て進化させます。経験値食うもんな。まだレベル20だけど、戦力にはなります。それでも早急に、レベル40まで上げたいところだな。20じゃ大狂乱で使えるの猫とゴムだけだもんね。ここまでできれば上出来でしょう。これで毎日更新しなくてもいいかな。何もできない時はやっぱりサブ動画を更新するよ。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。無課金端末の挑戦は続きます。